長岡バッターボックスという場面を迎えています。マウンド上は先ほどの回から続投の桜井、高く上がって打球はジャンプしてボールは点々としている間に一塁ランナー三塁を蹴る、途中で止まって戻る、戻っていきます。バッターランナーも二塁へ、ノーアウトランナー三塁二塁。相変わらずこの8番の長岡好調。矢野村さん、このバッター本当に思い切ったバッティングしますね。いや、おっしゃる通り、思い切ったバッティングをね。打球は左中間へ伸びていく、フェンス直撃、それを見てランナー2人が帰ってくる。打った丸山も2塁へ、2点タイムリーツーベースヒット、ついにスワローズ10得点目。バッターは1番センター塩見。丸山の打球が左中間、あともう少しというそんな打球でした。もう少しでフェンスオーバーというところでした。今シーズンプロ第1号、前日を放っていますが2本目なるかというそんな大きな当たりでもありました。